どうも、のちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。今回の動画は新ガチャ4個全まとめやっていきます。はい、ということで新ガチャ、全4種が来ております。ゲーム内で見ていくとこんな感じで、まずは育成キャラにルビー CB が来ていて、サポートカード復刻オグリキャップ、シリウスシンボリ、そういう風にね来ています。この4本があるんでね、全解説していくので、気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします。あとはね、高評価皆さんいつもありがとうございます。今回もですね、追加の解説とかもありますので、よければ高評価ボタンもポチッと押しといてください。はい、ということでラインナップ4本が走っております。今見たのでね、サクッといきましょう。で、まずはですね、ルビーの解説していきます。はい、でルビーで大事なところ2点です。まず1点目なんですけども、やはりですね、第1ルビーの解説としては、このね、デバフが全部のね、スキルについている、この進化スキル固有すべてに、デバフ効果がついているということで、他のウマ娘、チームメイトのアシストもできる点、ここが非常に強力です。なのでですね、その後ろ客室マイルとかね、短距離で出していくときには、そのね、通常オグリキャップに電光石火も積んでもね、非常に強いんですけども、さらにそこで、ルビーちゃんも混ぜると、それでね、味方の電光石火も出しやすくなるところ、そこがですね、かなり凶悪だと思っております。で、おさらいですが、速度デバフというものは、全てがですね、現在速度ダウンです。なので加速中に出ても、そのデバフ部分はですね、現在速度を下げて、効果があります。はい、で、あとはここ書いてる通りですね、ここがまずは1点目強いところです。はい、で補足ですけども、後ろが強いっていうね、メタになった場合ですね、ルビーはですね、後ろが多すぎると、まあ、順位条件満たしにくくなるっていうのがあります。なので以前のチャンミでもあったんですけども、例えばね、そのね、デジタンとかがタートチャンミの時とかもね、前に行きすぎると、そのね、アナボとかカナタも含め、この5位以下とか4位以下とかのね、こういうスキルがね、出せなくなって、それでスキル全然加速が出ないで、勝てねえって、前にいるのに勝てねえってなる場合もあったりはします。まあ、そういう点も含めると、そのね、ルビー自体も壊れで強いですし、あとオグリとかを出した場合はですね、そのワンターンマイルだったら、そのソムリエガチャも一応狙うとかね、そういうこともできたりするんで、やっぱりね、鼓動プラスソムリエガチャプラス電光石火にしたオグリキャップも強いというところが、まあ、オプションの解説です。はい、ただしここを言いたいところはね、本当にまずはここの点が強いというところです。次に第1ルビー大事なところなんですけども、固有スキル強いところがあります。条件はこんな感じで、この 66% というのは、レースの終盤地点が 66% なので、ここは普通に終盤と置き換えてもいいです。ここの数値が表示されているので分かりにくいと思った場合は、これは終盤のことです。で、順位条件5位以下というふうになっています。ちなみにここも8位というところもちょっと変わっているところではあります。で、ここで言いたいところなんですけども、まずは現在速度という効果については、加速中に出ても意味はあるので、どこで出ても強いです。それにさらにデバフもこういうふうについているというところで、まあちょっとあるのは、固有でデバフっていうことになると、普通のスキルは3秒なので、これね、5秒間もやるみたいな、まあ、マンハッタンカフェとかね、ドトーちゃんとかでもそうなんですけども、そういうところでね、固有でデバフするのも秒数長いというところもちょっとした強さがあります。で、ただしここで言いたい2つ目の項目なんですけども、この、市場であるという固有、これ現在速度アップです。で、それがですね、電光石火トリガーになるのが強いというところ、ここが強く言いたいです。で、現在速度アップというのはね、なんかいつもグラフ書くところで言うと、普通の速度スキルはこのね、上限速度までね、こういう風に、まあ、加速していくところが少し入ったりします、普通の速度スキル。ただし現在速度アップの場合っていうのは、グラフ的にはこうなりますので、そういうところで、そのね、物理法則を無視して一瞬にしてね、加速度が上がっているという感じになるので、そうするとそれも電光につなげるよねっていうところ、それが言いたいです。プラスね、デバフもあったりするっていうところで、そのトリガーになるっていうところを非常に評価しています。はい、で、あとはですね、ちょっとまあ深めの解説になるかもしれないんですけども、置き追い抜きモードというのがあります。その、いつも言ってるね、その電光石火を出すためにはっていうのは、まず追い抜きモードになるという条件が電光石火にはあるので、そういうところで、そのね、前のウマ娘より早くなれるかという問題があります。で、プラスして、この追い抜きモードというのは、ここではですね、電光石火の解説になるんですけども、この終盤の前にですね、ここから追い抜きモードにここら辺で入ってですね、
そのまま置き追い抜きモード、ここでも追い抜きモードになっていれば、それも電光石火のトリガーになります。なのでですね、ここ何が言いたいかというと、例えばですね、賢参戦もあるんですけども、破竹の勢いとかね、マイルならその最終コーナーで出る、破竹の勢いとかね、他のコーナー、これはまあランダムなので出る位置によりますが、それがここら辺で出て追い抜きモードになって継続していくと、電光石火にもつなげられるということです。なので、まあここで言いたいのはね、破竹の勢いは強いよと言ってるのはね、そのね、トリガーにもできるからというのもあります。はい、で第1ルビーのスキル見ていきましょう。スキルこんな感じです。こう見ていくとですね、刺しコーナーやはり強いですよねとかね、あとはですね、ためらい系も、そのね、例えばデバフの一つになってさらにデバフがある。そしてこのイベントのところですね、そこにイベント、まあ、成功と失敗の判定はありますけども、そこに気合十分があるところ、ここもですね、その第一ルビーの強いところです。これが破竹の回スキルなので、例えばはそのね、金スキルの破竹まで詰めないとしても気合十分を取ることでですね、そのね、破竹の回を取れるっていうところ、そこは強いです。で、あとはですね、シニア安田記念でいうと差し直線もあるよという感じで、まあ、かなりスキルが揃っているということです。はい、なのでですね、そういうところも強くて、これがね、破竹の回なんで、気合十分も強いというところを言いたかったです。はい、プラスルビーの解説でここも、注目してほしいです。第一ルビーには隠しイベントがあります。で、条件がこの表示されているレースに勝つことでですね、華麗なる歴史的偉業というイベントが発生します。で、それをやるとですね、マイルコーナー、短距離コーナー、外差し準備というふうにね、取ることもできて、まあ、このイベントも強いイベントだとは思います。で、あとはそのね、レース出れるかっていうところなんですけども、まあ、グラマス環境ですね、レース出るとしたらそのね、かけらが2個あるかとかね、練習が下振れしてるかっていうところになるんで、まあ、3レース出るかはその育成の流れ次第かなというふうには思います。もちろんですね、練習シナリオでもあるので、その練習のね、友情タッグで強いのがあったら目標レースに出れないっていう時もあると思うんで、ここは選択していくのがいいと思います。まあ、ただし出た場合は非常に強いなっていうね、印象があります。はい、ということで第1ルビーの評価です。で、ここで言いたかったのがですね、気合十分や差しコーナー丸も備えているので、もうすべて揃っている馬娘です。まあ、このスキルが強い自体もあるんですけども、全部揃ってるじゃん、それが言いたくてですね、このね、破竹の解説も含めたということです。なので、総評、まずルビーちゃんですけども、まあ、ぶっ壊れ馬娘です。いろいろですね、まあ、解説、したいところがあって、まあ複雑にはなったかもしれませんけども、まあ単純に言うとも強いです。電光トリガーを持っています。で、アシスト面が強い、まあ、ここがまあかなり注目しているところです。で、あとはですね、今言った通りに全てが揃っています。ほぼで、気合十分もある、差しコーナーもある、ここら辺もですね、そのコーナーのスキルの話で言っています。さらに電光石火を落とさずに済むというところがあって、まあ、サポカルビー入れるとね、乾燥しねえよってなるときは、まあ、本当に私も実感しているところです。それを落とさずに済むので、そこも楽ちんになるところです。プラスですね、それでサポカルビーを入れなくていいというところは、根性育成も対応します。パワーのルビーを入れないで、そこの枠を根性にね、できるっていうところなんで、短い距離はこの新シナリオの環境では根性高い馬娘たちが出てくると思いますんで、そこでもですね、ルビーちゃん、根性も含め高くなるということです。なので評価としては、マイル短距離で、まあ、暴れる性のぶっ壊れ評価をしているという感じです。はい、で、あとは負けなんですけども、高松宮宮記念の優勝で足りねえとかね、スプリンターズステークスの優勝で足りねえとかあると思います。で、これ私も実際ちょっと足りねえなってなってるところなんですけども、まあ、以前ですね、まあ、ちょっとだけそのね、触れて解説していたところなんですけども、このレーシングカーニバルですね、カレンちゃんとかね、その短距離馬娘と戦うところがあってですね、そこでですね、この優勝レイ交換しといた方がいいよってちょっと言ってたんですけども、これがそのね、ポイント制限なしで取れたんで、ここで取るっていうのがまあ良かったということです。レーシングカニバルはそのね、インジンジュセリーとかね、全然余ってるんで、それをいっぱい使って、もし時間があれば、そのね、制限なしのこの5000ポイントで交換しておくっていうのがいいよっていうことです。まあ、ここもですね、もうちょっと、強く言っておけばよかったなというふうには思っているんですけども、またこういうですね、ポイントがあれば解説もしていきますので、まあ、よければ気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
はい、で次 CB ですね。 CB まとめていきましょう。まずこういう風に見ていくと迫る影があるのが強いよねというところです。進化スキルに関しては視野がつくだけなので、まあ、そこの部分は、まあ、あまり意味ないんですけども、もともとの迫る影が強いので、そこまず強いところです。はい、でこっちですね、雨かける足取りの方です。これが現在速度すごくバージョン上がっていくというところで、非常に高価値として強いものを持っております。で固有はですね、こういう条件で発動するんですけども、中長の場合は先頭から 20m、 これが後方、離れているという意味なんですけども、そうするとですね、これ普通のゴルシ固有が、まあ、2500です。ゴルシの不沈感だったらこれなんですけども、それのさらに強い版を持っているみたいなね、そういう、結構ぶっ壊れな馬娘にはなっています。であとはですね、この進化スキルの兼ね合いがありまして、長距離だとやはり迫る影を使っていく、中距離だと雨かける足取りめちゃくちゃいいところで出るんで、そういう風な、使い方になってきます。はい、ということでですね、雨かける足取り少し見ていきましょう。まあ、今言った通り長距離だとこっちをメインにしていく、中距離はこっちをメインにしていく、中距離の場合は、迫る影有効じゃないのでこっちは取らないっていうことです。であとは雨かける足取りっていうのか順位条件の話があります。でこれがですね、そのね、雨かけるのまずは、ところなんですけども、中距離で使った場合はこのね、終盤のちょっと前で出たりとかね、終盤後にも出たりもちょっとあるんですけども、そういうところでですね、このすごく速度がですねめちゃくちゃいい、接続をするとかね、そういう動きにもなってきます。はい、で長距離はですね、その雨かける足取り、終盤手前3コーナーで出るので、終盤以降に、最終コーナーっていうのがあるんで、まあ、少し順位条件が満たしにくくなる時もあるかもしれません。はい、それがこちらです。まあ、ここがですね、この終盤のラインになってるんですけども、雨かけるが出るところはそれよりちょっと後になります。コース図で見ると分かりやすくて、まあ、大体長距離の向こう上面の終盤が、まあ、ここら辺だとしましょう。直線の最後の方で、そこからですね、最終コーナー、ここが終盤です。黒が終盤開始、最終と終盤分かりにくいかもしれませんが、最終コーナーっていうのはこのね、最後のね、4コーナーのことが言います。でそこの前のところで雨かけるは3コーナーの、最終コーナーの手前のところで、ね、ここで出ます。なので終盤以降になっていて、そうするとですね、まあ、結構追い込みだと、その場合は前にいるっていうことか、迫る影出して前にちょっといるよねっていう風になったりもして、まあ、4位とか3位とかになっちゃう場合もあるので、そういう時は出にくくなるかもしれないということです。まあ、ここはですね、まあ、長距離 の客室分布とかにもよるかもしれませんので、まあ、実際長距離来た時にも解説いたします。はい、で次スキルですね。スキルこのようになっております。まあ、軽くいくと、馬好みまずは強いもの持っております。で今キミスキル見た通り距離対応で強いスキルを持っている。さらにイベントで尻尾上がりもあります。なのでなんかもう尻尾上がり馬好みとかをもう完備している時点で強いです。であとは追い込みコーナーもあって、速度スキル3秒速をこういう風に持っていて非常にスキル強いです。追い込みコーナーについてはクラシック3冠で取れます。でそれ目標レースなので、勝てば、これもね取れるということで、こっちもスキルかなり揃っているかなというところです。あとはこういうレースが、こういうスキルが取れて、こういうね条件があります。で CB で注目してほしいところここです。ここら辺も、まあ知らない人もいるかなという感じなんですけども、育成馬娘イベントで小さな恋の物語というものがあります。これがこの下校の楽しみを取れるイベントなんですけども、そこの選択肢上ですね、ここで書いているところ、それを選ぶと下校プラス、回復していきます。で、選択下を選ぶとですね、まず根性のステータスがもらえるんですけども、その後、イベントが分岐してこの世界のというね、こっちのイベントの方もやることができます。でこれは目標外のレースに1レース出るということで、そのペースアップとかを取りたい場合はここのまず1個目のイベントで、下を選ぶ、そして、次目標外レースも出ると、こういう風になります。そうするとまあどっちも15回復とかがあったりするとかね、いう感じなんで、まあ、下校を取りたいのかペースアップ取りたいのかで、イベントをね、どっち選ぶかっていうところがある。さらにそれが分岐というところがですね、一応ね注目点ではございます。はい、ということでミスター CB 解説の総評をやっていきます。まずスキルが強いです。今好み尻尾上がり追い込みコーナー、ここまでも持っている、なんか全部兼ね備えてるなっていう感じがあります。
進化スキルはまず長距離は迫る影です。アマかければまあ中距離メインで、順位条件は5位以下というところが、チェックポイントです。で固有についてはですね、接続しやすいです。まあ、遅めに出るものなので、出した時は、さらにですね先頭からも離れていると、効果値が上がって、まあ、どんどんね順位上がっていきます。なので結構中盤力が強い馬娘ということも言うことができるんで、まあ、個人的にはノンストップガールとかを取っていくのもおすすめです。これで例えば長距離のチャンミが来た場合は順位不問の迫る影、そして順位不問のノンストップガール、ここら辺を加速として使っていくという感じです。であとは長距離のチャンミの話なんですけども、まあ、例えばまず迫る影がある時点で強めです。でそれはまあ白稲荷とか他にもね大神とかいるんですけども、そういうのとプラス中盤力高いという感じで、あとは長距離はですね、まあ、先行とか差しだと新衣装の成田ブライアンとかもいるし、まあ、逃げが強かったら黒い北さんブラックもいますし、まあ、ブルボンとかもね、前も強かったとかそういう感じでですね、差しにさらに無我夢中があるよという感じで、まあ、CB が無双するかっていうのは、来月とかにね分かるかなという感じなんですけども、まあ、かなり長距離のチャンミは面白くなりそうという感じです。はい、ということでですね、CB の評価なんですけども、まあ、かなり強い、後ろ客室の馬娘だと私は思っています。はい、ということでまずはキャラの、ね、評価なんですけども、ルビーもぶっ壊れというところをここをおさらいしていきます。 CB もかなり強いということです。はい、でキャラ解説はですね、引き換え券の話も気になることがあると思います。引き換え券はこの動画で出していますので、お時間あれば見てみてください。それのですね、この、マーカーつけたやつ、そこら辺の厳選されたものを引き換えがいいと思います。でちょっとですね、引き換え券の動画もちょっと整備したものを出そうと思ってますので、まあ今後上げるやつもね、お時間あれば見てみてください。はい、ということでサポカ行きましょう。今回4ガチャなんでサクサク行きたいんですけども、まずメジロラもね、トレ性能めちゃくちゃ強いです。ファインより一回り強いと言っても過言ではありません。それはまずは得意率もね50あるっていうところですし、あとはまあその伸び値を見てもね、得意率を見ても、あと絆を見ても、やっぱファインより強いなっていうね、そういうところです。はい、で、あとはですね、トレ性能、環境上位サポカと比べても強さは際立ちます。さらにここにねスキルポイントボーナスがあるんで、その分でもファインは上回っていますし、あとはスキルポイントボーナスあるのが CB とかなんですけども、それで、まあ、CB はスピードボーナスあるんでスピードも伸びますが、ラモーヌの賢さの伸びっていうのはやばいものを持っています。はい、であとはですね、イベントはこんな風になっています。ちょっとまあ軽くいきましょう。第一のイベントでですね、絆15も狙うことができるんで、そこも強みだと思います。絆溜まった後は他の選択肢でもいいですし、他選んでも体力やスキルポイントもらえるんでね、強い、イベントが盛りだくさんです。はい、であとは中距離コーナーも取れるとかね、そういう感じです。はい、次スキル見ていきましょう。スキルこんな感じです。ここら辺もまあ、長くなるので軽くつまんでいくと、直線校舎も3秒族になって強い20丸です。マイル直線マイルコーナー、マイルだとこっちも備えている、中距離だとこっちも備えているという感じで、もうスキル面見ても鬼です。でマイルならギアシフト、あっていいスキルですし、あとはありったけですね、これも2周年で3秒族になったので強いです。でマイルなら負けん気もあってもいいよなっていう感じで、まあ、全部強いスキル持っているという感じになっています。さらに自分の金スキルのね、回、これもですね、ヒントレベル高く、まあ、カウントするならマックスでもらえるというところで、まあ、スキル面でも鬼なところを見せています。はい、で、金スキルこんな感じです。金スキル、まず評価点、ポイントとしては、順位条件もない、客室条件もないというところなんで、中盤にただ出る、まあ、めちゃくちゃ強い、汎用性も超高いスキルです。はい、で、汎用性というところでは、マイル中距離っていう、スキルではあるんですけども、マイル中距離っていうのはチャンミ多いです。まあ、ダートもマイルっていう感じになっていくとですね、今までの実績で言うとですね、今まで23回チャンミをやってですね、15回が、マイルと中距離の条件です。なのでまあだいたいですね 65% ぐらいがマイル中距離になってくるので、そういうね、ところが多いので、金も白も汎用性高いスキルをいっぱい持っているという感じです。はい、ということでラモーヌですね。あと何凸からという話があります。ラモーヌは3凸4凸がおすすめです。
で、まあ、1凸でも金スキルとかスキル強いんでね、使えなくはないかなというふうには思いますが、まあ、3凸以上でさらに強くなります。でさらにできれば貫凸にするとですね、スキルレベルも最大になったりして、最大限のね性能発揮できますので、このサポートカードは貫凸狙えるなら狙っていきたいということです。はい、で次ですね、オグリシルスガチャの方の、サポカ解説していきます。まずオグリ、大雑把に言うと、まずはオグリは、絆底上げも強いです。この効果が他のサポートカードにはできないことでですね、編成したサポートカードの初期絆ゲージを、底上げしてくれます。それで友情を早めるとかね、そういうところで強く育成できるサポートカードです。あとはオグリ自体も、強い性能を持っていて、得意率賢さで50は高いです。ファインは35です。でスピードボーナスもあって、トレも10があるということで、トレーニング的にも、そのね、こういう風に、ね、見てもらうと CB とかと比べても、こういう風に、ね、スピードボーナス族の中でも、トップのものを持っているという感じです。なので絆上げれて、トレも強いという感じになっている。そしてスキルですが、こんな感じです。めちゃくちゃスキル多いよね。さっきのラボーでも多いんですけども、オグリはスキル多いです。なんでここは軽くいくと、緑スキルはまあ条件合えばです。でコーナー校舎はプロフェッサーの回持っているんで、プロフェッサー安くもできますし、単体で取ってもいいです。で特には20丸垂れ馬回避ですね、これが順位不問の加速になっています。で次に回復スキル系ですけども、こんな感じです。まあ、まとめていくと、白スキルの回復があって、栄養補給は順位不問なので、20丸です。37もそのねポイント指定でですね、トリガーとしても使えるってところで20丸です。これは例えば、まあクリスマスオグリキャップの固有を継承したりねするときにも、使えることです。高位追走も一応順位条件があるというところで丸になっているという感じです。はい、であとですね、強いところは、まあ、テンポアップですね。これもですね、キラーチューンの回です。なので、やっぱりね、出る場所もいいとかね、そういう感じで評価は高いです。はい、で他には先行直線、先行コーナーもあります。なんで、まあ、そこら辺もいいところです。これタキオンからも取れるって書いているんですが、まあ、ラモーヌの中距離直線、中距離コーナーもタキオンからも取れるっていう意味なんで、まあ、そこは同じことです。はい、で他にはですね、加速スキルもあります。下り坂ですね、これは阪神京都だったら、その、ね、直角を取ることもできますし、先行の真っ向勝負もあります。そういう感じでいろいろ加速があって、あとは自分のスキルの回とかね、さっき言ったようにありったけもね3秒続になっているというところです。はい、なんでですね、結構オグリキャップはそのスキル面も強いですし、性能もいい、絆も上げれるというね、結構いい評価です。イベント見ていくとこんな感じです。イベントでまあ回復したりスリセ取ることができます。まあここは失敗成功ありますが、体力30回復したり、まあ10でもスリセブンが絶対欲しいわけじゃなければ普通に回復でいいよねっていう感じ。あとはヒント3で回心撃金も取れる時があるとかね、かなりいいイベントを持っています。はい、であとは金スキルですね。金スキル回心撃です。条件はこんな感じで、先行中距離の加速スキルです。で、さらに接続が狙えます。終盤が迫った時なので、もしね出せれば接続狙えて、そのリッキーとかね、まあミラクルランとかみたいな感じにはなります。であとはですね、これ出せるかっていうことでして、まあ、今回特に白北さんとかが非常に強いので、そういうところではかなり中盤を前に行ける馬娘、固有とかで中盤上げていける馬娘に積むっていうとかね、あと中盤スキルをめちゃくちゃ盛るとか、そういう風にしないと結構そのね、4馬身っていうのは、まあ、きつい時もあります。ただし、まあ、このスキルに関しては今回だとそういう風にね4バッシンがきついよってなるんですけども、逆に逃げが少なかったりするとですね、めちゃくちゃ強いっていう感じなので、まあ、そこはね環境とかにもよるというところです。はい、で次ですね、シリウスいきましょう。シリウスのまず評価としては、性能も高めの金加速という枠です。で、性能的に言うとですね、スキルポイントボーナスとかね、そこら辺がないので、例えば CB と比べてスピードとか、まあ、伸びではね、取れはまあ遜色ないぐらいなんですけども、少し下ぐらいなんですけども、まあ、CB との違いはスキルポイントボーナスという感じです。ですが、まあ、金加速持ちっていうサポートカードはですね、性能あまり高くないものも多いので、その中では高い、性能は持っています。であといいところはレースボーナス10ですね。私も実際ですね、メーカーニュートラックの時に、道丸のチャンミの時に
使ったりもしたんですけども、まあまあまあいい性能あるかなという感じですし、まあ、シリウス自体がまあ金加速枠っていうねところです。はい、でスキル見ていきましょう。スキルこんな感じです。で、シリウスシンボル自体がちょっと前に出たサポカなんでですね、まず思うところ新しめの サポカはスキル多すぎだろシリウスこれしかねえぞっていう感じなんですけども、まあ、今見たようにラモーヌ、オグリキャップめちゃくちゃスキルあったり、水丸とかタキオンとかね、いろいろですが、まあ、スキルめっちゃ優秀なのをいっぱい持ってるっていうのが多いんですけども、ちょっと昔のサポカになるとこんな感じもあるなっていうね感じです。はい、スキル見ていくとこんな感じです。道割るの時に私もねちょっとね使ったりもしてましたし、まあ、中距離コーナー差し直線とかねあるところは、いいです。一匹狼はですねルビーちゃんのところでもあったんですけども、まあ、他が持ってなければ、とってもいいかなという感じです。であとは静かな呼吸に関しては、4位以下でね出るので、まあ悪くない回復です、差しでので。あと遊び屋おしまいあるんですけども、遊び屋おしまいはこれねイベント打ち切りで取るしかないので、まあそういうところでですね、もしシリウス入れるっていうのは金加速目当てなんで打ち切るのがあまりないかなという感じです。で他はですねコツですが、差しのコツはまあここね意外とあまり忘れているかもしれませんが、なんか視野も上がります。賢さと視野です。で撹乱についてなんですけども、撹乱は視野デバフです。で、視野をマイナス3メートルするっていう感じで3秒なんですけども、まあ、視野デバフ自体がいらないんでここは×をつけています。はい、でイベントを見ていくとこんな感じです。シリウスちょっとね、まあ、気になるところとしては上げませんがあるところです。白スキルワンチャンスになっちゃうっていうところがあったりするんで、まあ、最近のサポカはねこのシステムあまりなかったりするんで、やっぱそういうところが、まあ、気になりはするかもしれません。まあ、ただし育成で入れるんだったら騎士改正目当てかなというところです。あとはこれね遊び屋おしまい取った場合はイベント打ち切りになってしまうところは注意してください。はい、ということでですねシリウス金スキル見ていきましょう。金スキルですね、これまず2周年の調整で強くなりました。なので使えるようになりました。4位以下で出るようになりましたし、あと秒数の話もね、強化が入っています。で、あと終盤始めの方っていう風な強化も入っているので、普通にまあ優秀な金加速ですなんですけども、まあ、上げませんがねなければもっといいかなというところです。なんで、まあ、まずシリウスのこのねサポカの価値っていうのがその金加速枠っていうところ、そういうところをまずはね、押さえてください。であとはこの騎士改正についてはこの4位から9位で出るんで、今みたいな前が多い北さんとかね、クリオグルとかめっちゃ多い時では先行でも例えば、4位5位とかになる時があるので、コンちゃんになったら例えば先行に積むのもありです。まあ、積めるならっていう感じです。なんでまあ、そういう、ね、育成法もあったりするというところで、まあ、シリウスも出番はあるのかなというふうに思っています。はい、ということであとは突数なんですけども、突数に関してはここでですね、まあ、全種類のサポートカードのですね突数も対応した、サポカのティアとかも上げていますので、お時間あればこちらの動画も見てみてください。で、ちなみにですが今回の、シリウスとオグリに関しては、まあ、3突4突からです。この1突っていうところはその加速金スキル枠っていう風にまあ、割り切ればっていう感じなんですけども、まあ、1突でもですねその加速の枠のサポートカードにしてはいい性能を持っていますので、まあ使えなくはないかなというね、そういうところではあります。はい、ということでですねサポカの評価していきます。サポカガチャ評価なんですけども、まあ、どっち引くのっていうのがあります。今この2種類からのねところなんですけども、まあどっち引くかはラモーヌです。ガチで強いです。今現状一番強い賢さサポカっていう風にも言えるくらい、まあ、ヒントも含め性能も含め金スキルも含め強いということです。なのでまあラモーヌはねその無料120連とかの下駄を履かされた部分もあると思うんで、ラモーヌの方がですねやはりおすすめです。今回ちょっとまあ面白いのがラモーヌ賢さで、復刻も賢さ2枚ってなってるんで、まあ、そりゃラモーヌ引くでしょうみたいな感じはあります。であとはオグリシリウスも今見た通り、まあ、強めではあります。決して弱いガチャではないんですけども、この2つで来ちゃったらただラモーヌなっちゃうだろうみたいな感じです。
なんでこっち引く人はそのオグリとかがね、例えばまあちょっと突進んでますよとかね、あとシリウスもちょっと突進んでますよだとまあ使いどころはあるかもしれないんで、そんでジュエルも余裕があれば、こっちのガチャも、弱くはないっていうね感じです。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。まあ、今回ですね、まあここら辺も知らないところがあるかもしれないんで、参考にしてみてください。ルビーちゃんにもこういうのがあって、因子周回とかもしね切り替えていく場合とかする場合でもこれは強いですし、こういう隠しイベント、そして CB もイベント分岐があります。このイベントは、このね下校を取るのかベースアップを取るのか、そういうところを選べますんで、そこら辺もねチェックして、重要な情報を受け取ってください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。まあ2周年いろいろ来すぎて楽しいです。さらにここからね進化スキルとか、まあ、シナリオでどうなのとかねいろいろあったりして、なかなか動画追いついてないんですけども、今後の予定ですね、育成理論とか結構チャンミも近づいてきたんで、そこら辺上げていくとかね、時間がない人用とかも上げていくんで、まあ、気が向いたらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。最後に高評価もよろしくお願いします。のっちん TV でした。ありがとうございました。またな。バイバイ。